松江市の老舗和菓子店西雲堂の製造工場。この日お披露目されたのはカラフルなペーストが乗った可愛らしい7つの団子です。7つにちなんで名前は7つの恋の誓いです。7つの恋の誓い。西雲堂の協力のもと、彼女たち松江農林高校の生徒が課題研究の一環として作りました。完成までにかかった時間はなんと1年。試作に試作を重ねた力作です。ペーストはウイルスに感染しにくいように育てられたさつまいもの無病苗に白あん、砂糖、塩を加えて作りました。バラの花と葉をイメージして着色するなど工夫を凝らしています。隠し味にもあるこだわりが。まず最初に感じたのは芋の素材の美味しさです。そして豆乳も使っているということで食感も滑らかで大変美味しくいただけました。美味しさの秘密はペーストに混ぜられた豆乳。滑らかな食感とまろやかな風味の決め手となる生徒のアイデアです。豆乳とさつまいものこの相性っていうのは私たちは今まで想像してなかったので、そういったところのアイデアというのはすごくいいなというふうに思いました。ペーストの味を決めるのに結構何回も試作してたので、そこは苦労したかなって思います。西雲堂さんにもやっぱり協力していただいてこの味になったので、納得のいく味ができたんじゃないかなって思います。この7つの恋の誓い、今月17日と18日、東京都大田区の大岡山駅前と北口の商店街で販売され、 ANA ファーストクラスのラウンジで販売する計画もあるとのこと。山陰では年内に松江市の西雲堂の店舗で販売予定だということです。